にちは。今回卒業生の先輩にインタビューをさせていただきます。2年 D 組一木由紀です。よろしくお願いします。それでは早速お呼びいたします。先ほど紹介がありましたように、今年の春から劇団四季入団が決まりました梅崎ゆりえ先輩に登場していただきます。皆さんどうぞ拍手でお迎えください。それではどうぞ。お久しぶりです。今日は梅崎先輩にインタビューができるということで、とても楽しみにしてきました。ありがとうございます。これからたくさん質問させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。まずはじめに、劇団四季の入団が決まったということですが、どのようなオーディションが行われたのですか？はい、劇団四季のオーディションは、まず書類選考が行われて、その今回は1000通ぐらいの、もっとあったかもしれないけど、そこから絞られて、一次予選があって、それから本選があって、結果が送られてくるという形でした。書類の後ってどんなオーディションだったんですか？はい、最初の一次審査はその場で振りが与えられて、まずそこで覚えたことをやって、それでその後すぐ結果が出て、次の日に自分が持ってきたフリーの曲と課題の歌の方をやって終わりました。全員でどのぐらいぐらい受かったんですか？今回通ったのはかなり多い方で、100人ちょっと通ってます、はい、これから劇団四季で聴かれるということなんですけど、はい、拠点というか、どこになるんですか？はい、劇団四季の本拠地は横浜のあざみ野というところで毎日レッスンがあります。ということは、じゃあもうそちらの方に住まれるんですね？はい、そうですね、ずっとそこで頑張ります。先輩は、はい、劇団四季といったら舞台がとても有名ですけど、はい、バレエとかの経験がないとやっぱり入ることはできないんですか？いろんなジャンルがあって、オーディションの時は演劇の部と歌もクラシックとポピュラーっていうのがあって、ダンスもジャズダンスとバレエという形があって、その得意なやつを自分で選んで、それが一つ得意なやつやって、その中から選ばれて向こうに行ってレッスンを積み重ねて舞台に出るという形。先輩はバレエをなさってるとお聞きしたんですけど、はい、何歳ぐらいの頃からやられてたんですか？私は7歳ぐらいからやってます。現在もやられてるんですね？はい、そうですね、今はちょこちょこ教えたりもして、講師をやってらっしゃるんですか？はい、そうですね。素晴らしい。先輩はすごくプロポーションが抜群でスタイルがあるんですけど、体型を維持するために努力されていることはありますか？そうですね、やっぱり太ると何もできなくなるので、普段から食べる量を減らしたりとか、舞台が近くなるともっと制限して頑張ってるつもりです。すごいお綺麗です。はい、そんなことないです。先輩は高校時代の深い思い出などありますか？はい、そうですね、最初の卒業公演で、私たちが2年生の時に卒業公演に参加させていただいたんですけど、私は演技で、出演させていただいたんですけど、その時ちょうどコンクールが1週間前ぐらいまであってて、それで1週間ぐらいしか練習に参加することができなくて、その時にかなりいい役をいただいて、それでなんか男の子にビンタをするところがあったんですけど、ビンタが当たらなくて少し大変なことになりました。本当ですか？ということは、先輩も2年生の時に、はい、卒業公演で後輩としてご来場送る方として参加させていただきます。先輩も小さい頃からの夢、小さい時の夢は何だったんですか？はい、小さい頃はそんなにはっきりした夢っていうのはなかったんですけど、小学校か中学校の頃から劇団四季に行きたいなと思ってて、はい、実現
できそうです。そうですね。先輩は夢への第一歩を踏み出されたということなんですけど、はい、今後の新たな目標をお願いします。はい、劇団四季っていうのはすごく厳しいところで、今100何人入ったんですけど、来年の今頃は3分の1ぐらいになるだろうっていうふうに舞台監督さんから言われているので、その残れるようにちゃんと舞台に立てるように頑張りたいです。頑張ってください、はい、ありがとうございます。かっこいい。私たちも今ここにいる私たちもみんな同じ夢を持って頑張っているんですが、私たち後輩に何か言ってアドバイスをお願いします。はい、自分が目標がはっきり決まっているのなら、それをすぐ行動して一生懸命やって、それでもダメだったら新しいことを探せばいいし、とにかく全部一生懸命やらないと結果が見えてこないから、全部一生懸命やって悪い思いでもいい思いでも引きずらずに次へ次へと進むようにしていくと、自分がどんどん成長していけると思います。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。私も先輩のような素敵な女性になりたいです。ありがとうございます。皆さん、これから自分の夢を大切にして目標に向かって頑張っていきましょうね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。今後の活躍を期待しております。ありがとうございます。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いします。